感じ。あ、でもこっちの方が重いんかな。こっちの方が長い、うん、これは。あ、これ真ん中ぐらい。匂いがあるかな。こうするか。自然の中でやるので、うん、素材が無限にある。自分が持ってきたものが長さとか重さとかその中の一つに入ってるから学びの必然性になんかつながるような気がしました。こういう感覚のものが、まあ、野外で算数で、すごく大事にしてるものなのかなっていうふうに皆さんの中に落ちていたらいいなというふうに思います。山にいたら本当は測りなんてないからね。そうだから自分の手で測ってみる。友達と共有して、ね、友達と一緒にどっちが重いって比べ合いっこする。こっちの方が重い。こっちが重いと思う。これならいける。同じ感じがする。で自分で何かをするって自分で決めるっていうこの楽しさがすごく私は感じました。木でもいいし葉っぱでもいいし組み合わせてもいいよ。ちゃんとしたワイマル A じゃん。いいね。あ、分かった。 O だ。 O どれが L。 よくこういうとこ見つけるなと先生もびっくりしたよ。こんなところに Y がいるとかね、こんな周りを言うって思うとかね、みんなのね感じ方ってすごいね。森にたくさんアルファベットが隠れてることが知れて面白かったです。自分の決断して持ってくるっていうところが一つの面白さやと思うんで、今日は森で形で遊ぼうっていうのをやります。自由であることとできないことも OK みたいな、うん、今日は森の中でいろんな形を、見つけてもらいたいんだけれども、三角形できそう。ここ縦にすればこうすれば中角三角形か。大変やまだ違う。あ、平行四辺形拾ったそこの間と全く同じ機内だ。その作り方によってなんかいろんな個性のある図形ができたよね。自分の考える1メートル手で、はい、広げてください。この森の中にある1メートルで立方体を作れそうなものを探します。おっと、こっちの方が1メートルやね。長いちょっと分からん。ちょっと長い。あと1メートル。ちょっと勝っちゃう。なんでやねん。森には1メートルとかぴったりの長さは時々しか見つからないということが分かりました。いろんな子どもたちがいて教え合いがあるので、それぞれの活躍できる場があって、まあ、ああいう中で、主張がしやすい環境っていうのもあって、まあ、自分に自信が持てたりとか。丸や三角や四角を探そうっていうのは物理でも使えそうだなっていうのは、それぞれ多分丸や四角や三角である理由があって、その理由を考えてみるっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思いました。森林科学っていう授業があるんですけど、専門科目で、でその森林の楽しみ方っていうのを教えるのに、あ、いっぱい今日のこと使えるなって思って。